私の名前は古川明、 M 県刑務所の刑務官を務めている。担当は死刑囚だ。放火、殺人など残虐の限りを尽くす凶悪犯。死ね死ね死ね。時に奴らは最も重い法の裁きを受ける。主文、被告を死刑に処す。それが死刑だ。今まで20人近く凶悪犯罪を犯した死刑囚を見てきた。美智子、なぜ俺は愛するお前を殺してしまったんだ。本当に本当にすまない。しかし意外にも彼らは心の底から反省していることが多い。自らの死をもって罪を償うのが死刑囚だ。近い未来、決して避けることのできない確実な死が訪れる。それでも私は誠心誠意彼らに向き合う。今からでもできることはある。罪と向き合い、残された時間を正しく生きるんだ。わかりました。生きるとは何か、嫌が王でも突きつけられる。その年、最初の死刑執行が終わった2週間後。ああ、ムキムキマッチョ、怖い人。うら、さっさと歩け。一風変わった死刑囚が来た。死刑囚の名前は城島香。チョコレートを食べたい。黙れ、懲罰にするぞ。見た目は20歳くらいの青年なのだが、明らかに言動が幼稚だったのだ。私は彼の行動、言動に強く困惑した。ガタンガタン、電車が通ります。こいつ、自分の立場が分かってるのか。今までの死刑囚と全く異なり、まるで子供のような透明感があったからだ。実は城島は知的障害を持っており、なんと精神年齢は5歳にも満たないというのだ。なぜこんな人間が死刑になるんだ。凶悪犯罪などできるようにはとても見えんぞ。どう考えてもおかしい。私は城島のことを調べ始めた。城島の境遇は過酷だった。障害があると知った母は彼を川沿いに捨てた。そのため彼は生まれてずっと施設で暮らし。カオル、 5+1 は？5以降の数字を知らなかった。城島が23歳になった今年。絵描いた、見て見て。うん、もうそろそろ卒業だね。手に負えなくなってた施設が半ば無理やり城島を追い出した。その矢先、事件が起きた。ある男が民家に忍び込み、女性2人を斧で襲撃。1人が死亡、1人が重体、さらに性的暴行もあったという。貴様、来い。何、どうしたの。捜索の結果、たまたま近くにいた城島を連行した。犯人はお前だろうが、白状しろてめえ。あ、え、やりましたって言えばいいんだよ。あ、やりました。城島は尋問中にあっさり自白した。たった15分でだ。その後、信じられないスピードで裁判が開かれ、犯行は残虐極まりなく、更生の余地はないと考える。よって被告を死刑に処す。ん、まるで申し合わせたかのように死刑が決定した。死刑が決まるスピード、証拠の薄さ、何より精神年齢5歳の城島が自白？明らかにおかしい。おい、その事件には首突っ込まない方がいいぞ。どういうことだ。聞くところによると、検事が城島がうまく喋れないことを利用したらしい。嘘でもいいから、犯人は城島にしろ。自白させりゃいいんだよ。はい。まるで真犯人を隠したかったかのように。ありえない冤罪だ。城島でないことは彼を見れば誰でもわかるだろう。真犯人は今も能々と生きている。死刑になるべきはそいつだろう。古川、絵描いた、見て見て。 あまりに無邪気すぎる。この心清い子が殺人など絶対にありえない。ましてや人を殺す力もない。明らかに冤罪なのに彼を助ける方法はない。なあ城島、ここから出たいとは思わないか。え、おもちゃがあればどこでもいいよ。なぜなら司法が死刑と判断をしたのだから、これが結論なのだ。せめて話し相手になってやろうと、私は足しげく城島の元へ足を運ぶようになった。古川、電車ありがとう。ガタンゴトン。欲しがっていたおもちゃの電車も買った。私は国に仕える身だ。それでもやはりこの判決が許せなかった。城島薫は無実です。再審を訴える署名をどうか。決死の思いで薫の除名活動も行った。しかし無情にもその時は来た。明日、城島薫の死刑を執行する。そんな、待ってください。彼はやってない。言うな古川。組織の圧力に私は勝つことができなかった。次の日、城島の失望が言い渡された。城島、出ろ。次の駅に向かいます。薫、本当にすまない。そう、死刑執行だ。もはや私にできることは何もなかった。
古川、今度絵本を読んでよ。ああ、いくらでも読んでやる。すまない。本当にすまない。城島は死刑の意味すらも分かっていない。何すんの？静かにしろ。そしてそのまま目隠しをされた。城島はお気に入りの電車を片手に笑顔で公衆台に立った。ねえ、何するの？そこにいたのは無邪気な天使。その命を奪うなど許されるはずがないのに。しかし無情にもその時は来てしまった。執行！ぐわー！私はあいつと共に赤いボタンを押した。痴漢しぶら下がっている城島を私は見ることができなかった。執行完了。撤収だ。撤収の合図が出てもなお私は全く動けなかった。やがて世間はカオルのことを世界一幸せそうな死刑囚と呼び始めた。何が世界一幸せそうだ。こんなもの史上最悪の冤罪事件だ。私は事件後すぐに刑務官を辞めた。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では人間がバグってしまう瞬間をテーマにこれからも動画を作っていきます。過去の動画もぜひ。